感染拡大に歯止めがかからない中、注目されているサービスが。こんにちは、バロネットスーパーの間です。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあそちらの株の方に入れさせていただければ。はい。商品の入ったビニール袋を介護施設に届けるスタッフ。やっぱコロナ禍もありますし、大勢のところに行くのも危険ということで、あと重い荷物を持って帰ってくるのも職員さん大変ということで、あのネットスーパーさんの方をちょっと利用させていただくことになりました。これはインターネットで注文を受け、商品を自宅まで届けるネットスーパー。東海地方を中心に展開するスーパーマーケットのバローが3年前から岐阜県内で行っているサービスで、生鮮食品や日用品などおよそ1万の商品を注文でき、税別5000円以上なら送料無料で配達します。このサービスの利用が急増しているといいます。第7波に入ってから、注文の方かなり増えておりまして、以前と比べると、約2倍ほどの注文を。背景にあるのは感染の急拡大による自宅療養者の増加です。注文の急増でスタッフも朝から大忙し。やっぱ冷凍のうどんだとかチンするご飯とか多くて、すぐ食べられるようなものっていうのが多いかなと思います。配達員も次から次へと配送に追われます。すいません、バローネットスーパー井沼と申します。はい、この度ありがとうございます。商品の方ですね、玄関脇に置かせていただきますので、はい、手渡しではなく玄関先に商品を置いていきます。インターホン越しに利用者に話を伺うと、ちょっと自宅療養になってしまったので、これを機に使ってみようかなと思いまして。家族4人全員が新型コロナに感染、買い物に行けないため今回初めてネットスーパーを利用したといいます。これが欲しいっていうのものを子供に言われたりとか、便利だとは思います。